私のような仕事をするために、広報の仕事をするためには、まず、えー、ストーリーテリング、お話をすることが一番大事だと思います。えー、まずはお話、どのようなストーリーがあー人に、えー、人が聞きたいか、そしてそのストーリーをどうやって伝えるか、その二つのことなので、とっても簡単なことなんですが、今からそのストーリー、どういうストーリーを どなたが、どういう人が聞きたいか、それをどうやって伝えるか、それを考えるだけで、コミュニケーション広報やマーケティングの仕事につけると思います。